強制的に叩き起こします。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、 QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、 QR コードを読み取る。クリちゃん、和み系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、まったり型、のんびりのびのびタイプ、急がず自分のペースで生きる、でも心配事も多かったりする。え、なんかこの服装初めて見た、かわいいね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあ、ん?なんか来とるね。はとば。おー、みんな。声をかける。うん、めっちゃおるけど、おお、待って待って、船が2艘やってきました。ロトラネオ島から船が来ました。輸入品、星柄の帽子、お、初めてやん。島の名前がちょっと言いにくいね、ロトラネオ諸島。ユミナちゃん、バイバイ。そして MT 島から船が来ました。あ、旅人ふわりちゃん、輸入品はクレイジーパターンシャツ。ほうほう、アイナ島の輸出品を積み込みました。海くん、バイバイ。ほい、声をかける。こんにちは、管理人さん。こんにちは、ひなたくん。僕にとって鳩場はスタートであり、ゴールでもあるんだ。なんか深いね。鳩場はスタートであり、ゴールである。こんにちは、管理人さん。こんにちは、りゅうきくん。いつか僕の家族も連れてくるね。おお、いいね、いいね、家族旅行。めっちゃ賑やかそう管理人さん、こんにちは。こんにちは、ゆゆちゃん。子供ができたら、きっとこの島の話もするね。おお、嬉しい、ありがとう。ぜひぜひ紹介してね。管理人さん、こんにちは。こんにちは、はるかちゃん。旅人初心者の私にも、この島の良さはちゃんとわかりました。おお、よかったよかった。みんな嬉しいことを言ってくださるね。いつかきっとまた来てね。あ、2カ所もある。イエーイ。はい、シュリカちゃん、かわいい、モダエヨル。入るよ。どうした、どうした。恋する乙女だね。どれどれ、聞くよ。おう。それはもちろん、恋目さんだね。ハットくん。どんな感じで告白したらいいですか?そこは、かわいく。告白する場所はどこがいいでしょうか。かわいくも場所によって変わるかな。浜辺。その前に着替えた方がいいですかね。あ、その帽子はいらないかもしれない。帽子を外して、まあ、ここはこれで、まあ、いいかな。ほい、これで。勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。さあ、どうだどうだ。その日、結局、あの人が来ることはなかった。マジか。恋目さーん。あれ、ちょっと若干思ったんだけどさ、ハットくんって離婚したよね彼女はまだできてなかったんだっけ。結婚してるからって言おうと思ったんだけど。振られちゃいました。振られたとは限らないよ、ほら。もしかしたら寝過ごしたかもしれんし。それはそれで最悪だけど。大丈夫、大丈夫。ね、全然大丈夫よ。ほら、ショートケーキでも食べて元気出して。いただきます。ほいほい。ほら、ももちゃんとパーっと遊びに行っておいで。と、結構美味しかった？よかったよかった。1位じゃん。そしてもう一人。おった。モカタン。モカタン入るよ。
さてさて、モカタンの恋はうまくいくといいな。そっとしておいてください。いやいや、聞かせておくれ。実は、てっちゃんのことが好きです。なんかこの間もさ、誰かてっちゃんのこと好きって言ったよね。モテモテやな。手伝うよ。どんな感じで告白したらいいですか？可愛くだね。ほい、可愛く。告白する場所はどこがいいでしょうか？場所は、じゃあちょっと変えよっか。屋上で。その前に着替えた方がいいですかね？着替えなんかあったっけ？着替え、普通の服ぐらいしかないね。いや、このまんまでいいよ。やっぱり、このままでいいですか？うんうん。そのまんまで可愛い件言っておいで。わかりました。では、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。まさか二人連続で来ないなんていうことはないだろう。お、来た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 。さあ、どうだどうだ？いやあ、この音こっちまで緊張してくるよ。てっちゃんのこと、好きみたい。付き合ってあげても。いいよ。やっぱ場所によってセリフ違うんやね。公演の時違った気がする。おバン。なんか、現れた場所おかしくない？なんか扉の、開いてる扉の裏から出てきた気がするんだけど。いや、私の方が、あなたのことも好きに決まってます。ちょっと来た。おー、さらにモテモテ。ね、寝てたじゃん、今。ね、どういうこと？本当の本当にあなたのことが好きなのは、私です。二人はストレートな感じやね、告白。いやいや。でもなんかすっごい昔に見たさ、小学生ぐらいの時に見た雑誌で、なんか付き合ってあげてもいいよみたいな告白は、漫画の見すぎみたいなの書かれとったけど。あ、これは。おー、よかったよかった。やっぱりね、やっぱりこうやって一番最初に気持ちを伝えたとこが、結ばれてくれるのが一番嬉しい、なんか。ね、ちょっと二人は残念だけれども。いいね、いいね。でもなんかこういう風にさ、ちょっと待ったーって来た人は、振られてもなんか落ち込みの全然ないんよね。なんなんやろ、あれ。だってこれでもしモカタンが振られとったら多分落ち込みのすげえことになったんやろ、また。その辺なんかちょっとね、気持ちが違うんだな。じゃあね、犬レンタル券。ほい。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。なになに？実用品、モビエルをもらいました。ありがとう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、QR コードを読み取る。レイちゃん、和み系、第一印象穏やか、特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ、ただ笑ってるだけじゃなく、みんなが楽しめるように行動する、実はしっかり者。お、いいね、大人っぽい感じやね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。お、またしてもハートマークが見えたような気がしたんだけど。気のせいか？ほら、サキちゃんじゃないか。入るよ。ん？サキちゃんということは。ちょっとだけ、ちょっとですよね、せつなさんですよね。さあ、どうだ？いいと思う、いいと思う。頑張れ。頑張るのは私だけどな。それじゃあ、駅のホーム。あー、そうやね。どうしよっか。私的には今のでも全然可愛いと思うんやけど。まあ、こっちの、
ね、トレンチコートの方がいいかな。ほい、決定。ところで、プロポーズをするタイミングに自信がありません。それはもう私に任せて OK。考えているときに、今だと合図を送ってくれますか。もちろん。頑張るよ。プロポーズに行ってきます。行ってらっしゃい。今日も楽しかったね。そうだね。これはもうすでにデートの帰りということなんだね。さあ、来い。はい、この前、待って。さきちゃんじゃない。ももちゃんだった。やべえ。早速使ってしまった。いやあ、危ねえ。ちょっと同じ髪型の子のこと考えないでよ。そうだね。いや、同じじゃないけどさ、前髪とか違うけどさ。よし。あー、どうなる、どうなる。頑張ってくれ、私。あー、また。何、ももちゃんがそんなに気になるのかい？もう少し一緒にいたかったな。そうだね。いいね、いいね。なんかこの二人の身長差好きだな。ね。食事。今度は食事に行こうかな、とか考えようかな。さあ、来い。こう。実は、大切な話があるの。よし、次だな。何？まだハートあと2個残っとるよ。さあ、来い。私と結婚してください。よっしゃ、来たー。どうよ。喜んで。おー、やったねー。てか、みんな何気に聞いてるっていうね。都会のホームまで聞こえてるって相当な大声でプロポーズしたと思うんだけど。ね。やったよー。いえいえ。なになに？そっかそっか、実用品、大人スプレーをもらいました。でも、セツラは腹子供なので結婚できません。なるほどね、セツラさんの方が子供なのか。よし、じゃあスプレーを使おう。では、大人スプレーをかけてください。ほいほい。それでは、よろしくお願いします。片方だけの場合は見学してるのね、もう一人は。てか、さらに身長伸びるの。すでにでかいよ。え？伸びてなくね。大人になれました。身長の上限ってことなんかな。もう子供じゃないんですね。ってことは、これは中身的な問題か？それでは、結婚式を挙げてきます。いってらっしゃい。ああ、いいね、いいね。ここんとこは幸せが続きよる感じかな。おー。いいよ、いいよ。みんな集まってくれとるね。別れないでくれよ、二人とも。さあ、次の花嫁は誰だ？さきとせつなの新婚旅行 in ハワイ。スタート。ヤシロ並木道です。ヤシロ並木道。はい、お。お、いいね。キラウエア火山国立公園です。キラウエア火山国立公園。はい、は。それはいいのか？なんかよくわからない表情だけど、でも目はつぶってないよね。はい、チーズ。は。ああ、最後の最後で。しかも最後の最後、なんかピシッとポーズを決めたところで目をつぶるっていうね。まあ、これから幸せいっぱいになっていってくださいな。あ、楽しかった。おかえり。お。お宝、キーホルダーをもらいました。ありがとう。夫婦ともどもよろしくお願いします。こちらこそ。お、レベルアップ。ルンルンやね。ほい、それじゃあ道具で。犬レンタル券をどうぞ。
道具犬レンタル券をプレゼントしました。はい、それじゃあミーニュース見てこう。ミーニュースをお伝えします。お願いします。おお、やっぱり小夢さんおめでとう。一つ大人になったって言ったけんね。ちゃんとああいう会話に反映されるんやね。全然違うことかと思ったけど、本当に普通に年取ってた。おめでとう。おめでとう。ありがとう。いいね、いいね。差し飲みに聞きました。おめでとうございます。誕生日だからって浮かれないでくださいね。まあね、そういう日に限ってなんか浮かれて事故が起こったりとかするけん。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、 QR コードを読み取る。ゆめかちゃん、和み系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、まったり型、のんびりのびのびタイプ、急がず自分のペースでいける、でも心配事も多かったりする、全体的に水色系。まあ王冠だけなんか目立っとるけど。ほい、オッケー。お、ニュース速報。これはニュース速報です。ほいほい、祝人口100人達成、イエーイ、パチ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 。おー、すごいね。島をあげてのお祭りやって、マジでそんなに感激してくれたんや、ありがとう。ありがとう。やったね、100人。ほい、ってことでマンション見ていこう。とりあえずハートマークはいらっしゃらない。じゃ、今回新しく増えたゆめかちゃん、すごいね、なんか部屋、え、なになになに、面白いんだけど。え、個性的すぎて面白いんだけど、何この部屋。ゆめかです。いろんな意味でマイペースな女です。なんか中国王朝とかそういう感じ。でも下になんか錦鯉的なものがおるけど。私、年下から慕われるみたいです。いいね、いいね、姉御肌やね。なんかすごい面白いんやけど。ね、とりあえず、はい、豆腐をあげる。さらっとさっぱり。どう、美味しい？おお、美味しくなかったか。ごめんね。お、夜市、私の大好きな夜市。もちろんもちろん。どこに行くの？この道20年で頑張ってるの。なになになに、この屋台を閉じて去っていくということ？はい、じゃあ見てくよ。一つ目の中身は食べ物、トウモロコシが入っていました。ふんふん。二つ目は、お、服、王様セットが入っていました。いいね、いいね。あれやろ、黒影さんとか着とったやつやろ。三つ目の中身は帽子、ミニシルクハットが入っていました。まあ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 、あれやね、王様セットはおーってなるんや。やっぱちょっといいやつと悪いやつっていうのがあるんやろね。結構みんな散らばっとるな。じゃ、公園。ん？誰かが歩き寄るっぽいけど。どこ？来る？全然近くに寄れんねよね。近くに寄れんじゃなくって。全然移動できんねよね。周り。あれ、どういう状態かと思ったらそっち向いとんか。ズームアウト。誰がどこを歩いてるの？向こう側の道を歩きよるってこと？これフレームの中に入ってくるかな？ふふ。チラッと向こう側に映るとかなんかありそうやけど。
足音がなくなった。めっちゃ静かになったんやけど。え、去りました？はい、それじゃあ遊園地。メリーゴーランド自体には乗ってないんやね。周りで見よるだけ。いいな、遊園地行きたいね。夏休み遊園地とかみんな行った？行ったかな？ディズニーランドとか行った人とかおりそうよね。いいな、いいな、行きたいな。なんかめっちゃノリノリやけど。これちゃんとなんか歌聞こえてくるよね。歌詞が。おう。え、この歌も、この歌もてかこの歌は前のトモコレん時の歌やったっけ？なんか酔ったよね。ほい、浜辺。めっちゃなんか途方に暮れとるような感じが。この後ろ姿多分レン君よね。ふふ。黄昏てますなぁ。海か。海行ってないな、夏やのに。プールも行ってないけど。もうしばらくずっと行ってないね。こういうおしゃれな噴水とかもあったらいいんやけどね。なんかいいね。絵になるね。マリンルックいいね。おお、なんだなんだ、びっくりした。急に何テンション上がった？ほい、それじゃあ、リンさん入るよ。一緒に遊びませんか？遊ぼう、遊ぼう。お、なんかめっちゃルンルンやん。どうした？いいことあった。対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。ほい、スタート。じゃあ、久々に高校で行きます。まあ、最初やけんね。何あれ、歯ブラシ？おう。じゃあ、ここ。うな重。アカダミアナッツ。すごいね。あんなにいっぱい入ってる缶詰があるん。見たことないんやけど。海外とかにやったらああいうのあるんかな。輸入品屋さんとかにありそうやね。あ、リアルのね。へい。うな重。そしてここ。よし。小いめさん。小いめさん。待って、ここ。おし。で？ここまだ開けてないよね。待って、ひらめさんとか出てないよね、ここ。おー、マカダミアナッツだった。マカダミアナッツあっことあっこよ。お、来た。あ、私も全部開けれる。私も全部開けれるよ。ほら、ひらめさんやろ。ほんで、マカダミアナッツ。そして、みゆきちゃん、ほら、やったね。お、あたしもしやパーフェクトをやった。ありがとう。おめでとうございます。ありがとう。一番ちっこいやつ。から懐中電灯をもらいました。ありがとう。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション行ってみよう。ほい、ゆかぽん入るよ。お、アリスちゃんと一緒におる。どうもどうも。グッモーニング。トモヤに友達になってほしいと言われたのですが。おお、トモヤくん。いいね、いいね。では、ちょっと話をしてきます。いってらっしゃい。そわそわしとる。なんかちょっと身構えたような感じやったけど。あ、でも楽しそうに話しよるね。
うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。お、よかったよかった。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。中村さん、入るよ。夢を見ている。ほい、覗きましょう。びっくりした。一瞬超びっくりした。これは、ココちゃんとユニポンちゃんかな。髪の色的に。え、で、この、真ん中のクマが、中村さんってこと？うわ、びっくりした。めっちゃびっくりした、今。急に止まって、どうしたの？レイカちゃんかな？同じ道通ってない？え？そんなことないか。レイカちゃんっぽいね。怖いよ、やめてよ、ユニポンちゃん。え、でもさ、さっきから同じ道通っとるなって思っても、急にキャーっていうことはないよね。これも、うお、びっくりした。今度は何？これもなんか終わりあったりするんかな？この道に何覚えのある？デジャブだ、デジャブだ。それなら見覚えあるやろ。ほら、めっちゃびっくりしとるやん。何この子って顔してたよ、今。最終的にどっかに到着するとかかな？てか、こんな暗闇の中よく走るね。山道やろ、しかもこれ。おお、なんだ。今度は何？トイレ行きたい。だから出かける前に行っておけ。あ、帰り道とかじゃないんや。え、収まるの？え、収まるの？あ、自動的に終了するんやね。どういうわけかお宝、お守りを拾いました。は、おはよう。グッモーニング。グッモーニング。大丈夫？うなされんかった、さっきの。ヨシハルくん、紹介するよ。どんな話もすれば仲良くなれそうですか？ね、どうかな。真面目な話。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。でも中村さん、ほっといても真面目な話しそうやけどね。さあ、どうだ？仲良くなれる？てか、ついさっきまで寝よったのにさ、すごい活動的やねん。お、うまくいきました。やったね。ありがとうございます。いえいえ。おかげで友達になれました。よかったよ。レベルアップ。おーし、ということで、道具、携帯をどうぞ。道具、携帯電話をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。お、なになに？実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。風邪薬もだいぶ溜まっとるな。吉春の歌声も聞いたのですが、上手でびっくりしました。おー、いいね、いいね。みんなでカラオケとか行ってこんけん。じゃあ、寝起きやし。目をパッチリ覚ますためにコーヒーでも。いただきます。どうぞどうぞ。まあまあ美味しかったようです。ほい、アイカちゃん入るよ。うたた寝中？じゃあちょっと夢の中に。あ、これか。ファッサファサのやつやね。いやー、なんかあれやね、湯浅を思い出すよね。湯浅弁護士、懐かしい。これっていろんな仕草あるんかな？うおー、びっくりした、喋った。喋るんや、こいつ。怖い。怖い。どういうわけか、お宝、串を拾いました。お、起きた？グッモーニン。みんな変な夢見るよね。落ち込んだ時に使う言葉。落ち込んだ時。落ち込んだ時。落ち込んだ時。やっぱガーンしか思いつかんのやけど。でも本当に落ち込んだ時ってさ、多分何も言わん気がする。
いいよいいよ。はい、わかりました。ねえ、落ち込みすぎて何の発言もできんなりそうよね。お、レベルアップ。ガーンとか絶対軽いけん、そんなにショックも受けてないけん。ほい、それじゃあ携帯あげる。道具、携帯電話をプレゼントしました。ほい、じゃあミニニュース見てこう。お願いします。大型で強い勢力の台風が台風最接近しています。リポーターのカウさんがマシュマロを伝えてくれます。なんかリアルで関東地方の方とか今台風の影響がすごいよね。おお。間違いは台風の最接近しているアユナ通りに来ています。アユナ通り風で立っているのがやっとです。やーめっちゃ吹っ飛ばされそうやけど大丈夫か。それに関してもう少し熱く語り合いませんか。語り合わなくても大丈夫だけど。読んでもいいんじゃないですか。何、どこがどう奇跡だ。はい、6時のいいニュース。サトルがお伝えしました。あの後タウ君は無事なのかい。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。誰か友達マークで撮ったね。お、違う。ケイくん入るよ。お、なんかももちゃんがルンルンやね。なんかいいことあったかな。グッモーニング。グッモーニング。あやに友達になってほしいと言われたのですが。ふんふん、あやちゃんいいやんいいやん。では、ちょっと話もしてきます。いってらっしゃい。ももちゃん遊びに来とるのに出て行っていいん？あ、ここは病院スタイルやったとこか。私、いつもあのさ、なんやっけ、視力検査？ね、やつすごい好きやったんやけど。なんか面白くない？なんとなく。お、友達になった。でもあんなひょっとこの面かぶった人が急に訪ねてきたらびっくりするんやけど。うまくいきました。友達になりました。うん、よかったよかった。あ、あとちょっとやね、レベルが上がるのは。これにこれもあげます。なになに。実用品ブランコをもらいました。ありがとう。ともやくん入るよ。びっくりさせた。しゃっくり中やったかな。おかげでしゃっくりが止まりました。よかったよかった。レンと友達になりたいです。おー、レンくんいいやんいいやん、紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか。ね、面白い話、面白い話かな。ありがとうございます。一緒に楽しくおしゃべりしておいで。ほいほい。こういう部屋ってさ、なんか可愛いけど、実際に住むってなったら、落ち着かなさそう。ね。だから実際こういう子供部屋ってあるんかな？目がチカチカするよね。うまくいきました。ありがとうございます。なんか実際の子供部屋はあそこまでなんか明らかに、なんていうん、ごちゃごちゃというか、子供子供してないよね。ほいほい。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、琴葉ちゃん入るよ。めっちゃ寒そう。遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。なんかこの、冷気の白い感じがね。お、久々やん、キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。こんなミニゲームがあることも忘れてたよ。行きますよ。お、イヤリング、いいねいいね、ちょうだいちょうだい。ほいほい。私最近いろいろと悩み事があって。聞くよ。今度話も聞いてくださいよ。当然。はぁ、あ。これはこれはこれはもう一回もう一回もう一回。何、拾ったんじゃなくてもう一セット出したよね今。来い。おっしゃ、ナイス。めっちゃぴったりやん。よかった。ありがとう。おめでとうございます。ありがとう。やったね。お宝、金のイヤリングをもらいました。ありがとう。ほい、じゃあ、ゆかちゃん入るよ。めっちゃ寝よるけどね。は
は、起きた？グッモーニン。グッモーニン。ライのこともよく知らないのですが、うんうん、ライトライとは気が合いそうですか？ライ君、相性バッチリなんじゃない？そうなんですか。二人ともおしゃれよね。になってきました。うんうん。ぜひお友達になってね。早とちりもしてよく失敗します。あ、それはよくある。もうちょっとね、ゆっくり考えとけばよかったんかなーっていう感じのね。まあ、焦らずが大事ってことよ。ほい、それじゃあ、フライパンで、料理でも作ってくださいまし。ほいほい。野菜の旨味。私、野菜スティックとかすごい好きよ。ね、セブンで売りよるよね。あの、明太マヨのやつとか買った。何？どれ？カリウド風セロリ。カリウド風？どこがどういう風に？マジックショー開催中。久々に。始まり始まり。お、遊むやん。それではお客様の中から。そこの暇そうなあなた。暇そうなあなた。私で決定なのね。はい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 。これって何？カメラのところで、なんか、なんていうん、察知しよるってことなんかな。上画面に手を向けてパワーを。パワーっていうよりは多分ね、私の手のひらから発される熱が。動け動け。切り離されろー。おお。ほい、それじゃあミーニュース見てこう。ほいほい。伸びるミシン。ミシンを伸ばすとは一体。10年以上毎日ミシンを伸ばそうと挑戦し続けた愛珍さん。愛珍一体何の挑戦してるの？ミシンの気持ちがわかるようになり、以来ミシンの気持ち。ミシンをつけた愛珍さんが自分に伸ばせないものがないと豪語しています。今なら私伸びれるよとか。また角つけてんのか。なぜこの街は安心だな、平和だなってこと。ありがとう。まあね、こういうことがニュースになるっていうのは、この島が平和な証拠だよ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。